本日の第5試合8ラウンドを行います。赤コーナー7戦6勝1敗3ノックアウト169パウンド2分の1大橋ジム所属日本ミドル級第8位河合亮。日本ミドル級第8位大橋ジムの河合亮。青コーナー19戦11勝7敗1ドロー3ノックアウト162パウンド2分の1韓国スーパーウェルター級第1位東洋太平洋スーパーウェルター級第5位オービュンチュル。韓中部には出場があります。韓国スーパーウェルター級1位オービュンチュル。ジャッジ内田正和同じく山田一光同じく阿部和夫レフェリー福地裕二。ミドル級よりも 1.5 キロ重い74キロの契約ウェイトで行われる8回戦です。赤コーナー日本ミドル級8位の河合亮、迎えるのは韓国スーパーウェルター級1位オ・ビョンチョルです。さあ今第1ラウンドのゴンが鳴りました。いつ KO が起きてもおかしくありません。重量級74キロの契約ウェイトで行われる8回戦です。赤のトランクスは日本ミドル級8位大橋ジムの河合亮23歳。高校時代インターハイで優勝しています。そして平成11年にプロデビュー、2戦目で1敗を喫するもここまで現在5連勝中。前回に引き続き韓国人との対決になりました。そして青のトランクスはその韓国スーパーウェルター級1位のオ・ビョンチョル31歳。来日は6回目になります。前回の来日は OPBF スーパーウェルター級王座決定戦で右打っていった。パンチ力には自信があります。青のトランクスのオ・ビョンチョル、前回の来日は OPBF スーパーウェルター級王座決定戦、残念ながら米倉ジムのクレイジーキムに敗れました。しかしこの試合に勝って弾みをつけ、年内の OPBF への再挑戦を視野に入れています。スピードもあります。両者ともに早い段階でKO で倒したい、そう話していました。放送の解説は元世界チャンピオンのセレス小林さんです。セレスさん、はい、重量級いつ KO が起きてもおかしくないという試合になりましたね。そうですね、まあ、スピードという点ではね、はい、王選手の方がね、普段ありますよね。はい、河合選手としてはね、いかにそのジャブをかいくぐって中に入るかですよね。スピードを武器、そのスピードのある左ジャブを得意としています。青のトランクスは韓国スーパーウェルター級1位オ・ビョンチョル。うまく河合をかわしました。両者リングの中央、左のジャブを打っていきます。この階級はね、一瞬も目が離せませんよね、一発で試合が決まりますからね。はい、さあボディ、赤のトランクスの河合亮はスタミナにそこまで自信がないので、なるべく早い段階で、そして青のトランクスのオ・ビョンチョルは4ラウンド以内で KO で私が勝つと話していました。両方ともね、KO 決着をね、望んでますよね。はい、さあここで一旦両者が分かれます。しっかりとガードを上げている。このガードが下がった一瞬が命取りになりかねないですからね。そうですね、お互いパンチありますからね。はい、まあ、静かな立ち上がりですよね。はい、さあ左のジャブを打った右、非常に静かな立ち上がりになりました。74キロの契約ウェイトで行われている8回戦、しっかりとガードを固める両者。ヘリーフック右ボディへ当たりました。ここで第1ラウンド終了です。今日の放送の解説は元世界チャンピオンのセレス小林さんです。セレスさん、はい、第1ラウンド非常に静かな立ち上がりになりましたね。そうですね、お互いね、ちょっと様子を見てますよね。はい、
で、あの重量級の戦いということもあり、一瞬たりとも目が離せない、そういう状況になってますよね。そうですね、一瞬のね油断がね、はい、本当にもう KO とつながりますからね、非常に瞬きするタイミングすらも伺わなくてはいけないこの試合。 こちら赤コーナー、日本ミドル級8位の川井亮、高校時代インターハイで優勝しています。プロの試合は、プロのリングは今日が8戦目。ラウンド2、松本浩二トレーナーからアドバイスをもらいました。第2ラウンドに入りました。両者リングの中央、再び静かな立ち上がりになりました。第2ラウンド、さあ徐々にジャブをついていく、ボディ左、右から左へのボディ、ジャブ打っていった。川井選手が、ね、入るときは、ね、一気に入りたいですよね。ああそうですか。青のトランクスのオービョンチュルに比べて川井選手は少し手数が少ないですか。そうですね、やはりタイプ的に、はい、あの中に入らないと、まあ、なかなかパンチが届く距離ではないので、はい、王選手の方が、ね、どうしてもアドバンあのリーチの、ね、長いですからね、はい、先に打って出られますよね。赤のトランクスの川井亮は身長173センチ、対する青のトランクスのオービョンチョルは身長178センチです。オービョンチョルは長いリーチを生かしてジャブを打っていきます。左のボディ、おっとこれは頭ですかね。頭がぶつかりました。非常に痛そうな素振りを見せました赤のトランクスの川井亮。さあここで両者に対してバッティングに対する注意です。試合再開です。中に入る隙を伺っている赤のトランクスの川井亮。重いパンチ音のみがこの後楽園ホールに響き渡っています。左のジャブ、アッパー、大きな右アッパーを見せました赤のトランクスの川井。左フック、少し後ろに下がったオービョンテルが少し後ろに下がりました。左フック、一気に前に行った川井。左オービョンテルも左を返しましたね。そうですね、川井選手ね、あの日にねやっぱり一気に入るとねチャンス生まれますよね、さあ激しい打ち合いになった。いいボディーゴロですよ。はい、あのボディでね、川井選手はね、王選手の、ね、動きを止めたいですよね。はい、一気に中に入っていきたい川井亮。後楽園ホール川井コールです。左のジャブ、右か左のフック、もしくはボディーブローでダウンを奪いたい、そう話していたのは赤のトランクスの川井でした。中に入っていく、重いパンチを持っています。ここで第2ラウンドが終了しました。後楽園ホールには6月に世界チャンピオンの徳山選手に挑戦する川島勝重選手も訪れています。この後楽園ホール、今日のタイトルマッチに向け多くの有名ボクサーたちが足を運んできています。さあそして試合は間もなく第3ラウンドに入ろうというところ。試合は中盤に入りました。試合は第3ラウンドです。74キロの契約ウェイトで行われている8回戦。さあ、両者ともに早い段階のうち、右、左、一気に前に行った。川井が一気に距離を詰めていきました。
川井としては一発当てた後に一気に中に入っていこうがいいんですか。そうですね、やはりそうしたいですよね、はい、先ほどの、ね、2ラウンド目の後半にね、いい攻めを見せましたからね、はい、一気に中に入っていきました。このオー・ビョンチョル、はセレスさん、リーチがとても長いと思うんですが、その懐に入っていくにはどういう戦い方を河合はしたらいいですか。そうですね、少し頭をね、やはり上体を振りながらですね、上体を振りながら、正面からではなくて上体を振りながらね、はい、行きたいですよね、はい、低い姿勢で入っていきたいですよね。左フック、下がり右、少し揺らけた、おっと、これはバッティングです。バッティングで思わず膝をついてしまいました。これはダウンではありません。右の目の下の部分が腫れ上がっています。川井亮、大丈夫でしょうか。これはやはり中に入っていく川井、そして頭を振るこのオー・ビョンチョルによってバッティングが生まれてしまうんですかね。そうですね。さあ、その右の方の部分を少し気にしています。赤のトランクスは川井亮、少し右が見づらそうですね、眼底部分ですからね。これは視野という意味においては影響は出てくるんですか。そうですね、眼底部分をちょっと、痛めますとですね、はい、やはり見づらいですよね、少し心配ですね、はい、出血はないようなんですが、ひどく強打しました。先ほどのラウンドバッティングによりその右の眼底部分、ご覧のように腫れ上がっています。さあ、ここで試合再開です。その右の眼底の部分のディスアントバンテージをどうやって克服していくか、赤のトランクスの川井亮。王選手もね、はい、ワンツーまでは出ませんからね、川井選手としてはね、ワンパターンですので、それを読んで、ね、入ってきてですよね、と言いますと、この王選手のワンツーの後の打ち終わり、これがチャンスになってくるんですかね。そうです、チャンスですよね。ここで終わりますからね。確かにそうですね。さあ、ボディを打っていった。この下がらずにね、前に出たいですね。前に避けたいですよね、あのワンツーを。前に避ける。はい、しっかりとガードを固める川井。ボディー、あのボディはいいですよね、はい、あれでやっぱり動きを止めたいですよね。頭を下げるオー・ビョンチョル。川井選手ね、前に中に入った後に、はい、少し状態が浮いてしまうんですよね。あ、そうですか、はい、それで次の攻撃につながらないというところがあるんで、しっかり状態を下げたまま入りたいですよね、はい。さあ、今度は大きく出る、大きく出る、右、さあ、川井の前に出る、川井の前に出る、KO 必死のこの対決。第3ラウンド、まもなく残り時間10秒を切ろうとしていますが、激しい試合になりました。重いパンチ音が後楽園ホールに響き渡ります。さあ、フェイントをかける。ここで第3ラウンド終了、激しい打ち合いになりました。前回の第3ラウンド、セレスさん、この河合が積極的に前に出ていこうとしたんですが、はい、それがこの、ね、バッティングにつながってしまいましたね、はい、思わず右膝をついてしまいました、まあ、どうしてもね、河合選手の方が身長が小さいですから、上を、ね、打つときにどうしても上がってしまうんですよね、はい、今のインターバルでもこの右の眼底を気にしていました。さあ、第4ラウンドが始まりました。思わず重荷を背負ってしまった川井亮、どうやって克服していくのか。だいぶその右の眼底の部分が、右の頬の部分が腫れ上がってきています。これからどんどん腫れていくと視界が狭くなるということも考えられますよ ね。 そうですね。さあ、そして対する青のトランクスのオー・ビョンチョル、4ラウンドまでに私が KO で勝つ、そう話していました。現在試合は4ラウンド、74キロの契約ウェイト8回戦です。左のフック、懐に入ろうとしている川井。ここからですね、はい、蹴り、ここから先に打ちたいですね、さあ右のボディ、
か、シテルさん、先ほどのバッティングをした河合にしてみれば、その恐怖心というものでなかなか中に入れなくなる、そういうことっていうのは考えられますか。まあ、ただ河合選手としては、ね、中に入らないともう勝負にならないですからね、自分の距離というのはやはりこのところの距離ですからね、はい、懐に入りたい河合。なかなか中に入れさせてくれません。青のトランクスはオー・ビョンチョル。河合選手ちょっとタイミングを、ね、失ってますよね今、これはどうやってこの青のトランクスのオー・ビョンチョルを崩していけばいいんでしょうか。河合はやはりね、入るときに、ね、あれ上を打ちますと、ね、どうしても状態が上がりますので、そういうボディを、ね、中心に攻めたいですよね。ボディを中心に、はい、ボディーブローは得意と話すこの河合、その得意のボディーブロー炸裂するんでしょうか。しかしそのボディを打っていったのはオー・ビョンチョルでした。さあミロボディ、まあ、一発パンチ打った後に、ね、状態が、ね、近づきすぎてしまうんですよね。ああ、そうですか、はい、じゃあ自分のパンチも出せない状態になってしまいますので、はい、距離を詰めすぎてもいけないわけですか。そうですね、自分のしっかりと力の入る距離というのがやっぱありますので、はい、そこの距離に持っていかにそこで打つかですよね、はい、さあどちらが距離を制していくのか。ここからボディー、左ボディー、河合の左ボディー、得意の左ボディーが来た、一気に距離を詰めていった、右ストレート、河合が見せます。一気に山場を作りたいところ、鼻からの出血をものともせず中に入っていきます。一方のアウトボクシングを得意とするオー・ビョンチョル、自分の距離を保ちたいところ、ギリーボディへの攻撃。ここで前半戦が終了しました。青コーナーはオー・ビョンチョル31歳、ボクシングを始めたのは16歳の時、人前に立ったり話したりするのがものすごく苦手で、おとなしかった自分を変えるためにあえてリングに身を置きました。今年の目標は OPBF への再挑戦、再びタイトルへ挑むためにはこの試合内容も問われます。 KO 勝利なるんでしょうか。試合は後半戦に入りました。第5ラウンドです。少し河合選手にやっぱり、ね、 右目が見づらそうですよね、だいぶ腫れ上がってきました。だいぶ気にしますよね、はい、赤のトランクスの河合、なるべく早い段階で今日の対戦相手を KO したい、そのように話しています。目を痛めますとね、はい、あいつの距離感が、ね、少し悪くなるんですよね。あ、そうですか、はい、となると中に入りたい河合としてはとても不利になりますね。そうですね、少しね、なんとしてもここから懐に飛び込んでいきたい河合亮。ボクシングを始めたのは地元横浜高校に入学した時でした。お、来ましたよ。さあ一気に前に行くか、細かいパンチ、細かいパンチをやっていく、アッパーフック、しかし河合も返していく、激しい打ち合いになりました。ニュートラルコーナーで打ち合いになった。さあ重量級のこの試合、一発で試合が終わる可能性は十分にある。さあ、この構えのワンツー、いいですよ、完璧ですよ。トランクスにはヒッチン、必ず相手をキャンバスに沈める、その決意の表れがトランクスの刺繍にあります。さあ、ジャブ、テリー、アッパー、ボディ、少しオー・ビョンチョルの表情が曇りました。河合亮が一気にラッシュをかけていく。さあ、ここで一旦両者リングの中央に戻ってきました。トランクスの左もも部分にはヒッチンの文字、赤のトランクスは河合亮、アッパー、オー・ビョンチョルの右アッパーからの左フックというコンビネーション。こ
ですね、ロープまで詰めたいですね、詰めてからですね、はい、さあ徐々にコーナーへ押していく川井亮、先に行きたいですね、ここからね、川井選手ね、はい、テリーパッボディー、はい、ギフト、あっと膝が少し落ちたように見えました。さあこのラウンド赤のトランクスの川井が見せてくれます。戦前の言葉通り KO 勝利なるんでしょうか。川井亮日本ミドル級8位。さあ徐々にプレッシャーをかけていきます川井。デリッ打ち終わりを狙っていきます川井亮。しかしオービョンチョルも黙ってはいません。激しい打ち合いの第5ラウンドが終了しました。第5ラウンド赤のトランクスの川井亮のパンチが火を吹きました。いいところを見せましたね、セレスさん。そうですね、いい攻撃でしたね。はい、しかしこのダウンまで追い込めないのは何が足りないんでしょうか。そうですね、やはりもうちょっとね、まとめ方がまとめると手数が足りないですよね。手数ですか。もっとまとめていきたいですよね。はい、強引に少し多少強引でもいいですからいきたいですよね。はい、川井亮の KO 劇見られるんでしょうか。試合は第6ラウンドです。徐々にね、手数も増してきてますから、そのチャンスは十分ありますよね。はい、ただ気をつけなくてはいけないのが、はい、王選手のね、入ってくるところを狙っている右ストレートですよね。あ、右ストレートを入ってくるところを狙っている、はい、フェイントをかけるオービョンチョル。今も狙ってますからね、右ストレート、はいはい、あれを気をつけたいですよね、はい、なるほど。さあ徐々に距離を詰めてコーナーかもしくはロープに追い詰めたい川井亮。そうですね、やはりできればコーナーですよね。コーナー、はい、はい、詰めて自分からですよ。先手先手に手を出していくと、さあ追い詰めた、ここからだ川井、ゼリー、ビー、右ストレートが顔面を捉えた。左、しかしセレスさん非常に打たれ強いですね川井は。そうですね、先ほど右もねクリートですからね。はい、右ストレートを顔面に受けながらも全くそのダメージを感じさせません川井亮。オービョンチョルはあの右ストレートを狙っていたんですね。そうですね、会場の正面から来ますからね、はい、右というのは狙いやすいですね。あ、そうですか。横からの、ね、横から中に入っていきたい川井亮。今詰めてからね、もう一歩早くしたいですね、はい、あ、なるほど。少しね、パンチを狙いすぎてますよね。あ、そうですか。さあこの第6ラウンドは青のトランクスのオービョンチョルがいい右ストレートを川井にヒットさせました。川井としてはその右ストレートを警戒しながらも懐に入っていきたい。少し体を振ってね、はい、こういう風に、ね、振っていきたいですね、やはり先に手を出しているのはオービョンチョルですね。そうですね、せっかく詰めてますからね、はい、もったいないですよね、海選手ね、一発で決めてやろうってのはもうありありと分かりますよね。あ、そうですか、はい、今日は何が何でも KO したい、そう話していました。高校3年生の時は横浜高校でインターハイで優勝しています。トップアマとしてこのプロのリングに殴り込んできました赤のトランクスの川井亮。プロデビュー2戦目で1敗を喫するも現在5連勝中です。本当はプロデビューしてから全て KO 勝利で勝ちたい、そう話していたんですが、現在6勝のうち KO は3つ、半分は逃してしまったと話すも、これからは全部 KO で勝っていきます、そう話していました。テリー、さあ効いた、さあ効いたか、距離を詰めていった、ここテリー右、ここクリンチね、ここはビョンチョル、たまらずクリンチ、広げてですね、クリンチ、残り時間10秒を切った、ね、さあこのラウンド勝負がつくか、このラウンドで決まるか、かわいい、チャンスですよ。さあ右フックレート、右フック、右のフック、
攻で第6ラウンド終了です。ピンチを切り抜けましたオービョンチョル。赤コーナーの川井亮は横浜高校時代、あの西武の松坂大輔と3年間クラスメートでした。松坂には負けられない、そのためには今日の試合 KO で勝ちたいところです。青コーナー再び OPBF への挑戦を視野に入れています。この試合内容も問われます。残すは2ラウンドということになりました。第7ラウンドのゴングが鳴りました。74キロの契約ウェイトで行われる8回戦です。赤のトランクスの川井亮、第6ラウンド終了間際いいラッシュを見せました。ところがこの青のトランクスのオービョンチョル、ゴングに救われています。なんとしても KO で倒したい、そう話している赤のトランクスの川井亮。オービョンチョルをキャンバスに沈めることができるんでしょうか。対する青のトランクスのオービョンチョルもパンチ力には定評があります。さあ川井がいった。川井が一気に中に入ろうというところでした。かつて日本ランカーをカウンターで KO で下したこともあります青のトランクスのオービョンチョル。川井亮としてみればそのオービョンチョルの右のストレートに警戒した方がいいというステレス小林さんのお話でした。さあジャブから組み立てていく。どうしてもねやっぱり王選手がね先に仕掛けますよね。残すラウンドは2ラウンドということになりましたが、ポイント面ではセレスさんどうですか。そうね、やはり終盤ね、ラウンドの終盤終盤で川井選手がねいい攻撃をしますから、ジャッジには見栄えはいいと思うんですよね。あ、そうですか。さあ今左右の両の腕をダラーンと伸ばしました青のトランクス、ね、オービョンチョル。いきたいですね。はい、これは少しもつれてスリップです。あの左フックの川井選手に入り際の左フックの後のね後のパンチをもっと狙ってもらいたいですね。あ、そうですか。そして今度は逆にオービョンチョルがいい左フックを見せました。3歳になる息子さんが韓国で待っています。青のトランクスはオービョンチョル、息子のためにも OPBF チャンピオンになりたい、そう話していたオービョンチョルです。現在韓国スーパーウェルター級の1位、そして OPBF のスーパーウェルター級5位であります。青のトランクスはオービョンチョル。さあ今度はオービョンチョルが前に出てきました。セレスさん、川井少し手数が減りましたか。そうですね、手数このラウンド減ってますよね。先ほどのラウンド、ね、チャンスだったんですからね、はい、本当はこのラウンドもっと一気に行きたいですよね。あ、そうですか。スタミナには自信がないと話していた川井なんですが、どうでしょう。少し、ね、スタミナのロスがあるのかもしれませんね。さあやはりまだこの途中でのこのバッティングによる右での打撲、これを気にしています川井亮。痛そうですよね。これでリズムが狂ってしまったのかもしれません。ここで第7ラウンド終了です。残すはラストラウンドということになりました。アマチュアで高校日本一になった川井亮、目標は日本チャンピオン、6連勝なるんでしょうか。そしてこちら韓国のオービョンチョル、年内の OPBF 再挑戦のためにこの試合内容が問われます。まもなく試合はラストラウンドに入ります。
後楽園ホールの歓声に後押しされて両者がリングの中央にやってまいりました。74キロの契約ウェイトの8回戦ラストラウンドまで試合はもつれ込んでいます。さあ先にジャブを打っていくのは韓国のオー・ビョンチョル。さあそれに対して内終わりに攻撃を仕掛けていきました。日本ミドル級8位の河合亮。セレスさん、ラストラウンドに入りましたがここまでポイントという面ではやはりその河合というように分があると見ていいんですか。そうですね、やはり終盤ね、ラウンド終盤終盤ちょっと攻めをしているので、ちょっと見栄えはいいですよね。ああそうですか。さあそのジャブを仕掛けていきました、その河合亮です。さあ一気に距離を詰めてきたのはオービョンチョル、ね、王選手はね先ほどのようにも自分からちょっと打って出たいですよね。ポイントで負けている王としてはなんとかこのラウンドで逆転したい、そのような考えがあります。左、さあ河合亮の左、右、左、連打、河合の連打、少しオービョンチョルの手数が止まったか。それ行きたいですね。狙わずにね、少しね手数を出して回転を上げたいですね。はい、両者ともの両者の持つパンチ力でしたらこのラストラウンド KO 十分に考えられます。十分ですね。はい、さあこのバッティングによる右の目のあたりの負傷をもろともせず河合亮が積極的に攻撃を仕掛けていきます。日本ミドル級8位の河合亮、韓国スーパーウェルター級1位のオ・ビョンチョルをビョンチョルと対戦しています。さあ中に入っていくことができるか。右、強烈な右フック、得意の右フックが入りました河合。さあここから中に入っていきたい河合、ここからパンチをまとめていきたい、夢の日本チャンピオンのために。アマチュアで高校日本一になった河合が今度は日本チャンピオンのためになるためにこの試合戦っています。そうですね、もっとね、もっと行きたいですね。もう少し積極性が欲しい河合亮。さあボディ、いいボディですね。おっと今少し自分の頭をグローブで叩きました。もしかしたら何かその不甲斐なさみたいなのがあるのかもしれません。相当右目は見づらそうですよね。右目の頬の部分が腫れ上がりだいぶ視界が狭くなってきているかもしれません河合亮。大ビョンテルも右ストレート返した。さあ少し今バランスを崩した河合、残り時間10秒を切った現在ラストラウンド、最後の矢の場を作ることができるか。ここで試合終了です。74キロの契約ウェイト8回戦勝負は判定ということになりました。こちら韓国のオー・ビョンチョル、手数で河合亮を押していきました。そして山場を作っていたのはこちら赤コーナーの河合亮かもしれません。ジャッジはどのように見たのでしょうか。まもなく勝者の名前が呼ばれます。採点をお知らせいたします。採点を聞きましょう。ジャッジ内田正和77対76、オー・ビョンチョル。ジャッジ山田一光78対76、河合亮。割れました。ジャッジ阿部和夫77対77、この試合三者三様のドロー引き分けでございます。74キロ契約を得た8回戦結果はドローということになりました。セレスさん、このドローという結果についてはどうお考えになりますか。そうですね、王選手のね、ジャブ、序盤のね、ジャブをね、はい、多分取ったと思いますね。河合選手、ちょっと手数が少なかったですからね。ああ、そうですか、はい、なるほど。74キロの契約を得た8回戦試合結果はドローという結果に終わりました。こちら、非常に右の方の部分を痛そうにしています大橋チーム、日本ミドル級8位の河合亮。残念ながら KO 勝利はまた次回までのお預けということになりました。